サンダウン公園駅はオーストラリアのビクトリア州にあるパッケナム線及びクランボーン線の鉄道駅、メルボルン南東のスプリングベールに位置する。1889年にオークリー競馬場駅として開業し、1892年に現在のサンダウン公園駅に改称。この駅はサンダウン競馬場へのアクセスのために設置され、 信号国省一箇所と切符売り場一箇所が設けられた。また二本の本線に加えて、東側には、レース開催日の臨時列車のために、全長600メートル長の留置線二本が敷かれた。上り線にはプラットホームがなく、下り線のみが、島式ホームと接する形であった。そして下り線の島式ホームの東側は留置線と、面していた。この駅は、 競馬開催日にのみ使用され、1955年5月に閉鎖となった。1965年6月、サンダウン公園駅は一般旅客向けに島式ホーム一面を使用して営業再開した。この駅にはプラットホームの端に2番目の出入り口と地下道が存在していたが、後に閉鎖されて埋めつぶされた。駅の南側にあったコリガンロードとの踏切は、 2018年に撤去された。サンダウン公園駅は一面二線の島式ホームを備えており、メトロトレーンズメルボルンのパッケナム線及びクランボー温泉が営業している。ありがとうございます。